サークル7アニメーションは、ウォルトディズニーフィーチャーアニメーションにかつて短期間だけ存在した CGI アニメーションを専門とする部門で、ある。ディズニーが保有する、ピクサー作品の続編の制作を目的として、立ち上げられ、しばしば、ピクサーレンティーという別称で呼ばれていた。結局、スタジオは映画を一本も発表しなかった上、書かれた脚本もピクサーに採用されなかった。 部門はスタジオがあった通りにちなんで名付けられた。カリフォルニア州グレンデールのサークル7はコびし TEB でも知られる。ピクサーとディズニーはもともとディズニーが7本の映画を配給することで、ディズニーがピクサーの長編映画とキャラクター、その続編の完全な所有権を得るという契約を結んでいた。1999年末にトイストーリー2が成功を収めると、 ディズニー CEO のマイケル・アイズナーとピクサーの所有者のスティーブ・ジョブズとの間でピクサーの運営方法と今後の契約条件についての意見が合わなくなり始めた。アイズナーはトイ・ストーリーには続編であるために契約のオリジナル映画には数えられないと述べたがジョブズは納得しなかった。2004年1月、ジョブズは10ヶ月に及ぶ交渉を後に ピクサーはディズニーとの契約を更新せず2006年以降は他の配給会社によっての公開を望んでいると発表した。ジョブズはピクサー映画の利益の大半とカーズ以降の作品とキャラクターの完全な所有権を要求した。アイズナーはこれらの要求は受け入れられないと判断した。ピクサーのエグゼクティブプロデューサーでトイ・ストーリー、バグズ・ライフ、 トイストーリー2の監督でもあったジョン・ラセターは、ディズニーとピクサーの関係悪化に取り乱し、ディズニーがピクサー製のキャラクターで何をするかについて懸念した。ラセターは800人の従業員の前で事情を説明する際、涙を流しながら、これはあなたたちに愛する子供たちがいて有罪判決を受けた編質者に、それを養子に出さなければならないようなものだと語った。 2004年にディズニーが所有するピクサー作品の続編を制作するための CGI アニメーションとして設立され、その直後にスタッフの雇用が始まった。これはピクサーとディズニー間における交渉材料であると同時に、それが失敗した場合のアイズナーのバックアップ計画であるとも見られていた。初めて、そして唯一取り組んだプロジェクトはトイストーリーさんモンスターズインクに ロストインス・カラダイス、ファインディング2の草案であった。2006年1月末、新たにディズニー CEO となったボブ・アイガーとジョブズはディズニーが74億ドルでピクサーを買収し、ピクサーの指導者がディズニーのアニメーション部門全体を統括するという契約を交わした。また、ピクサーはアンドリュー・スタントンを監督としてトイ・ストーリーさんを制作した。スタントンは サークル7による脚本を読むのを避けた。2006年5月26日、ディズニーは正式にこの部門を閉鎖して、従業員の約80%をウォルト・ディズニー・フィーチャー・アニメーションに移籍させ、その直後に同スタジオはウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオに改名された。2014年、キャットマルはディズニーがピクサー映画の続編を制作するためにサークル7。 アニメーションを立ち上げたことに失望していたが、サークル7の従業員たちは、何の決定権も持っていなかったことを、辞書、クリエイティビティ、インクで明らかにした。キャットマルトラセターがサークル7の従業員の多くを、ウォルトディズニーアニメーションスタジオに吸収させたのは、これが理由である。また、彼らは、サークル7の元社長であったアンドリュー・ミルスタインを、 ウォルトディズニーアニメーションスタジオのゼネラルマネージャーに任命していた。ありがとうございます。